こんにちは、タカです。今鳥取砂丘に向かってます。朝9時過ぎに出発しました。家を出て、ちょうど1時間ぐらいになるんですけどね、福山のサービスエリアに寄ってます。あと3時間ぐらいかかるんじゃないんですかね、鳥取砂丘までね。今週末は1泊2日で、鳥取の方に行ってね、ちょっとブラッとねしてこようと思ってます。まあ疲れもね癒せたらいいなというふうに思います。どんな旅になるか楽しみです。では行ってきます。じゃということで、ドライブも楽しみながら鳥取砂丘に向かいました。果たして予定通り着くでしょうか。津山インターを降りて昼ご飯を食べました。本日の日替わりランチ、とろけるクリームコロッケです。途中ランチもしたので気がつけば2時を回っていました。出発してから5時間が経過しています。無事鳥取砂丘に到着しました。鳥取砂丘来ました。どうですかこの景色、眩しい。後ろの砂漠、砂漠じゃないわ、砂丘、なかなかいいですね。はい、目的地の一つ鳥取砂丘に来ました。天気をね心配してたんですけど、最高の天気になってね、海もすごい綺麗ですし、砂漠もね、砂漠じゃないわ、砂丘もねすごく多分綺麗に映ってると思います。海もね、日本海もうちょっと荒々しいかなと思ったんですけど、瀬戸内海と今日が変わらないぐらいの穏やかな海ですね。でもまあ来てよかった。いいところですね。すっかり夕方になり、宿泊先の米子に向かいます。夕日が綺麗でした。今日のお泊まりはこちら、海家シーサイドホテル海の四季です。中はとてもシンプルで清潔感があり、とても綺麗なお部屋でした。よいしょ、疲れた。ホテルに到着しました。今ね7時ちょい前ですね。もうちょっとしたらご飯を食べに行こうと思います。どれもとても美味しく、お腹いっぱいになりました。10時になったんで、大浴場に行ってきたいと思います。海家温泉ということでね、どんなんでしょうかね。ゆっくり浸かっていきたいと思います。いやー、いい風呂でしたね。10時過ぎに行ったらね、一人もいなかったんで、
もう貸し切り状態でしたね。気持ち、その後ね、マッサージもねやってみて、すごく痛かったですけど、ちょっとずつこう気持ちよくなってきて、うとうとしましたけど。境港にある水木しげるロードに行ってきました。コロナのせいなのか、とても人は少なかったですが、家族連れ、カップルがいましたね。さすがに一人というのは私だけでした。昼ご飯は水産物直売センターの中にある海洋亭に行ってきました。そこでおすすめの特選海鮮丼を注文しました。めちゃめちゃ美味しかったです。That's it.